で、ちょっとねポポちゃんにいろいろ質問してみたいなっていうふうに思うんですけども、どう旦那さんと出会った時は、うん、最初結構年上じゃん。そうそうそう、17たちが、うん、旦那とね、私もどん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 好きになって、うん、あ、じゃあ結婚しようってなった時に、うん、その宗教問題が出てきたわけよね。そうね、あのイスラム教に基本的にはならないと、改宗しないと、うん、イスラム教の人と結婚できないので、はい、はい、シンガポールマレー、そう、ありがとう、ありがとう、リカちゃん、ね、世間は世間はなんと第二夫人をお迎えになりました、うん、そうなんです。第二夫人さっき聞いて、うん、そこまで驚かない、うんうん、なんかあ、ポポちゃんっぽいなっていう感じでどっかでその日本人だったらきっとこうだよなっていう、うん、やっぱ概念はあるから、うん、日本人だったら惹かれるんだろうなとか、うんうんうん、まあ受け入れがたいんだろうなとかはまだ自分の中であるけど、うん、でも私の人生私が決めるだからね、うん、そうそう、なんか多分自分に置き換えたらさ、うん、なんかいろんな気持ちになっていろんなことを想像して、うん、なんかこれは無理とかさ、うん、もし旦那がそうそうね第二夫人連れてくるってなったら、ね、うん、って考えたら、うん、った時にどんな気持ちになるかとかどんな生活になるかとかめっちゃ想像するんだよ、ね、私もそれ最初聞いた時は、うん、最初はなんかあそういう習慣があるんだぐらいな感じだったけど、うんうん、でも自分だったらさこうするだろうなとか、受け入れなきゃ仕方ないような状況だったらこうするとかいろんなことを言ったわね、さっきね話したら私ちょっと思うからとかっていろいろ言ってて、でも私は意外とそこまで真剣に考えてなくて、それがここちゃんぽいだと、なんか逆にそう、なんか面白いじゃん、人生一度きりだし、私の人生こんなんだって言った時にすごいやっぱ他の人と違うのが逆に面白かったり、それをだから私はすごく前向きにいいように捉えてるから、まあダメだったらダメでまたその時に考えればいいじゃんっていう感じだから、うん、第二夫人ともちろん私が気が合わなければ一緒にこうやって住むことできないから、うん、まずは住んでみて、うん、ダメならその時考えよう、うん、で私やっぱりあの旦那さんが、うん、旦那さんのお父さんが一夫多妻制で、それこそ4人そう奥さん結婚してて、で私の旦那は第一夫人の子供なのよね、うん、旦那には22人の兄弟がいて、私の旦那がそうだから、うん、なんかそういうのも結婚した時からもう身近に感じてて、大家族なんだ、兄弟こんだけいるんだ、覚えるの大変やん、そうそうお父さんってすごい人なんだなとも思うし、一応その第一夫人と、うん、その他の人っていうのはもう平等なんだって。すっごいさ、もう余裕がめっちゃある人だったらさ、もう配るほどお金があるんだったらさ、うんうん、それがまず条件でしょ、そうね、でそれもみんな平等なんだって、でそれができないんだったらもらう、あの第二夫人とかもらう資格はないの、うん、でも第一夫人が一番偉いポジションなんだって、そうね、うん、例えば、簡単、分かりやすく言うと、これはなんか旦那さんのお父さんが実際にやってたことなんだけど、どうやってその区別とかそのあれをつけるかって言ったら、その第一夫人から第四夫人までそれぞれに家を与える、お父さんは与えて、これは第一夫人の家、第二夫人、そうするとお父さんはその4つの家に帰る居場所があるわけよね。だけど第一夫人の家が一番豪華だから、金額的に一番そう豪邸で、うん、で第二夫人はそれのちょっと下って、こう、うん、家の結局その平等といえど順番がやっぱあるんだ、そう、ね、だからでも、ね、フェアって言ったらフェアなの。じゃあ第一夫人が例えばよ、その第三夫人が嫌いだから、うんうん、あいつと別れてっていうのも権利はあるってこと？ね、それはない。あ、それはないんだ。うん、へえ、それはない。それは基本的にはそのイスラムの中では全部は旦那が決めること。あ、そうなんだ。そうだから旦那様次第になっちゃうんだよね。でもポポちゃんの旦那さんは割とポポちゃんを立ててくるでしょ。そうそう、私の旦那はやっぱあのインターナショナルだから考えが、うん、もう本当にすごいイスラム教っていう風にやってしまうと、うん、やっぱ私とのこの国際結婚って成り立たなくなっちゃうから、うん、あくまでも私があってこう旦那は成り立つ、この今の第二夫人もね、うん、
だから結婚する時ももちろん旦那が私にこの代理夫人と僕結婚しようと思うんだけどいいって必ずその私に聞いてくれて、で私が、あ、そっか、聞かない場合もあるわけだ。そう、聞かないで結婚できるの実際は。そっか、聞く必要ないの。でもなんか今多分聞いてる人たちも、うん、へーって思ってるけど理解はしてる人は日本人だとそんないないと思う、うん、私は。難しいよね。私もなんか、あ、そういうのもあるんだ、ポポちゃんだったらいけそうだな、でも、うん、理解はやっぱしてないよ、それは。だってそれは宗教学んでないからね、当たり前で。そうね、そうね、そうそう、うん、でも本当にこれはなんかあの人がどうやこうじゃなく、うん、マジで人のそれぞれの生き方であって。そうね、でもやっぱり旦那のお父さんがそれをやってきた人で、それを全部全員を幸せにしてきた人だから、だから旦那もその自分の父親を身近でそういうの見てきて、もう肌で全て感じて、そっか、ね、嫌な感じの人がいないんだね。そうだから、なんか旦那からするとそれで兄弟も22人でこんなに多くいてすごいハッピーというか、うん、なんかいいことの方が多いっていう多分考えだから。そうだね、さっきもその代理夫人の方の話を聞いたら、うん、彼女自身がイスラム教だからやっぱりそれをすごく理解してる人だから、そう、代理夫人に対してのなんかリスペクトがすごくあったりとか、そのさ、なんか理解のある人たちの関係性だなっていうふうに、ね、そうなのよ、ね、思った、うん、はい、ということでありがとう、ポポちゃん、いろいろ話を聞かせてもらいました。いい、ね、ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、あともう一人生まれます。パパありがとう。パパ寝てるよ。寝てる、寝ちゃった。あんなに張り切ってたのに。じゃあありがとうございました。チャンネル登録いいね。よろしくお願いします。